こんばんは。お風呂入そうです。もうあとはご飯を食べて寝るだけ寝るだけです。多分公演中なんですけど、すいません本当に。テストがあってね、ちょっと遅くなっちゃったので。テストがそうありました。また1ヶ月後にあるんですけど、一旦落ち着いたって感じ。え、公演ない？今日26か。すいません。今日は26だ。明日か、藤子子の生誕祭は。あ、そっか、すいません、間違えました。ごめんなさい。そう、今日おばあちゃん家です。ハンちゃんアンダーデビュー、お、公演当選だって。おめでとうございます。私は出れないけれど。そう、今日おばあちゃん家です。英語のテストはもう聞いてください。あのマジでやらかしたんですよ、英語のテスト。本当に聞いてください。あのなんだっけ、あれなんか4時違う間違えた、1時50分から1時50分に5時間目が始まって、で2時40分に5時間目が終わるんですよ、50分間。で5時間目が英語のテストだったんですけど、でやらかしてしまって、大体学校って9時から授業が始まって、9時50分で1時間目終わって、10分間休憩して、10時から50分間勉強して、10分間休憩してっていうのなんですよ。だから私も2時から始まってるって思ってて、勝手に。それで50分までじゃないですか。そうだから、なんていうの、本当は50分から始まって40分で終わるんだけど、なんていうの、他の時間が50、ちょうどの時間から始まって50分なんですよ。だからに2時50分が終わりだと思って英語のテストを解いてたら、40分でチャイムが鳴ったんですよ。それで私あと10分、最後に時計見たのが15分前で、15分あるから全然いけるねと思って裏を解いてたら、キンコンカンコンって鳴ったんですよ。で、あ、そうやん、50分から始まったんや授業と思って、本当にやらかしました。だから最後らへんの問題解けてないんですよ、私。やばくないですか？もうやっちゃったと思って、しかもなんか本当に、はい、やっちゃいました私。50分なんていうの、50分普通に時計の勘違いしてて、どう思いますか、マジでどうしようって。悲しい、本当に。しかも最後らへんとかさ、3点問題1問
やばくない？本当にやばいですよ。ちょっと待って。やば。しかも英語全然100点取れるような問題じゃないし、でも先生嘘ついてますよ。だって本当に英語得意な友達でも難しいって言ってたもん。全然100点取れるような問題じゃないですよ。本当にやばかった。もう本当に最悪でした今回の英語。ちゃんと考えて時間があれば解けてたんですよ。やばい、もう本当に、や、そう、そういうやらかした話。やばいよね。なんか今日は漢字運っていうか漢字の運が良くて、なんか私漢字苦手なんですよ。なんか思い出せないんですけど、今日なんかめっちゃ都道府県とかの問題が出たんですけど、都道府県漢字で書けみたいな。日本語だったら罰になるんですけど、書けた。すごくない？漢字の、今日は漢字の運が良かったです。びっくりして DM で、ごめんなさい。今日公演とか思ってだって到着ラインにめっちゃ着きました着きましたってあったからてっきりペペーって。本当にやらかしたんですよ。もう本当に最悪。なんでと思って、なんか故障したのか、なんか故障したのかなと思って、40分になったから、私もてっきり50分で終わると思ってやってたからさ、で40分なんかなって、なんかやけに周りが終わるの早いなって思ってたんですよ。なんか最後まで解いてたの私だけらしくて、なんかそうで、横のそう友達が最後まで解いてたの心だけだよってそうめっちゃ恥ずかしかったですね。やばくない？もう本当に。で結構前らへんだから、もう気配で感じるしかないんですよ、周りがやめてるなっていうのは。後ろだったらね前向けば見えるけど。黒さんハートありがとうございます。立花は言われなかったね。やばくない？本当に本当にし、もう前田真さんバラありがとうございます。何問くらい？でもね、どんくらいだろう？ 1、2、うん、もう本当に最悪です。普通に時間があって考えれば全然いける問題だったんですよ。もうさて3点もらえるんだもん、めっちゃサービス問題だったのに、もうっていうのです。ナイアガラさんハートありがとうございます。そうだよ、だって空白ですよ、だって時間が足りなかったんだもん。え？ 50分っていうので勘違いして解いてたから、最初らへんとかめっちゃゆっくりっていうかめっちゃ落ち着いて解いてたんですよ。いつもね焦っちゃって50分しかないってなってめっちゃ早く解くんですけど。え？え、なんでだ？めっちゃなんか単語とかめっちゃ慎重に書いてたんですよね。やばい、本当に。時間長いなってね思うのこと。でもなんか周りがでもねやけに早く終わってるなと思ってたんですよね。なんか自分だけなんかやばくない？だから5時間目の授業は気をつけないといけませんっていうね。
やばー、もうもうやばいよ、本当に本当に時間がやばい。それをね、帰り道友達に話して大爆笑された。やばいよね本当に。なのでみんな点数低くても怒らないでください。今回はもう本当に最悪です。でもまた来月ありますからね。まあ一旦、まあ、テスト落ち着いたのでイエーイ。そこはまあ嬉しく、私都道府県覚えたんですよ。私すごくないですか。都道府県をあのでも30分ぐらいで覚えたよ。あの都道府県のテストがね社会であったんですけど、ちょっと待って暗くない、ちょっと待って、すいませんね、すいません。よいしょ、明るくなんないかな、これ以上。なんか白飛びしてる、なんでだ。ちょっと見てみようか。タオルで拭けたらいい。司さん、姫ありがとうございます。そう、生誕祭、私の生誕祭が6月25日の誕生日の翌日にあるので、ぜひお待ちしてます。イエーイ。前野さん、魔法のランプありがとうございます。そう、時間配分を見せる、もうちょっと早くスラスラと溶けてたらきっとこんなことにはならなかったはず。決して時間を間違えててもね。博多なるなるさん、ファイトありがとうございます。つかささん、レインボースターありがとうございます。ココッペ一番前の前から 2列目だから、まあまあ前。カズスマイルさん、ハートありがとうございます。深田さん、クマありがとうございます。クマクマ、北海道はね出なかった。北海道市、結構言えるんですよ。私本当に都道府県わかんないくて、九州の場所も知らなかったのに本当ひどかったんですけど覚えれました。結構すぐ頑張ったら。なんか都道府県はなんか上から覚えていった方がなんか良かった。北海道は青森、秋田、岩手、あれ待って、北海道、青森、秋田、岩手、宮城、福島、山形が北海道地方、東北地方、地方でしょ。新潟、石川、福井、岐阜、愛知、富山、長野、山梨、静岡が何地方でしたっけ。地方は分かんない。で群馬、
埼玉、東京、神奈川、栃木、茨城。そう、茨城の、栃木と茨城の漢字が分かんなくて、考えてたら出てきました。県庁所在地は分かりません。分かりません。シーチャンプさん、タコありがとうございます。博多なるなるさん、宝箱ありがとうございます。博多かんべいさん、魔法のランプありがとうございます。京都はあれでしょ、兵庫、大阪、奈良、京都、間違えた、兵庫、大阪、和歌山、京都、奈良、滋賀、三重ですよね。前野さん、魔法のランプありがとうございます。今6月4日のパイロット、イエーイ、ありがとうございます。お待ちしてます。茨城がね、舞い降りてきたんですよ、パーって。ね、待って、最悪、コメントで気づいたんですけど、栃木間違えてる、私やば、栃木間違えてます。待って、トントン、栃木間違えてると思う。栃木が私、気変じゃなくて変にしてる、多分。最悪、もう、地震？待って、どこが？東北？あ、違う、関東？皆さん大丈夫ですか？ね、行け、大丈夫か？千葉県？もう皆さん気をつけてください。大丈夫かな。ちょっと待って、そんな、5弱？大丈夫。もう
茨城県千葉県の方気をつけてください。本当に大丈夫かな。5弱の地震ってなかなか結構やばくない？本当に皆さん気をつけてください。結構やばいですよ。だってなかなかですよね。大丈夫かな。本当に大丈夫大丈夫かな。本当に本当だ。私も来たアナウンスニュース大丈夫ですか。気をつけてください。福岡あんま地震来ない。そうですね、地震来ないから来た時がちょっとビクってする。めっちゃビクって、来た時をビクってするけど大丈夫ですかね。ね、地震多いよね。もうだってすごい速報のニュース来るもんね。本当皆さん気をつけてください。物落ちたりしなかったよかった。茨城県の方とか、この前のバラドラ公演の初めて心じゃん。あ、ありがとうございます。イエーイ。ね、地震多いですよね。皆さん気をつけてください。これ触覚なくなった。そう、触覚切ったんですよね。ここに長い毛があったけど切って、前髪をねちょっと薄くした。いつも公演の時前髪薄くしてたけど、もう切る時にね薄くしてもらいました。複雑よくユニット何かな、何だと思いますか楽しみに。ここで生誕祭行くまでは健康に生きると決めてますやったー、ありがとうございます。健康でみんな来てください。大丈夫かな、本当に心配。福岡いつ、あ、いつ地震来た。でもね本当にめったに来ないから、大丈夫でしたか。ちょうどなんだっけ、都道府県の話してるときに大丈夫か。最近妹っぺがねめっちゃパジャドラの曲を口ずさむんですよ。今もめっちゃ歌ってるんですけど、めっちゃ歌うんですよね、パジャドラの曲。今はね二人乗り歌ってたね、いつも私の誕生日梅雨で雨だからね大変なんですよ。
つも雨。福岡2回しか行ったことないって。福岡楽しいですよ。いろいろあるいろいろある楽しいですよ。一番はやっぱり HKT 劇場じゃないですかね。イモペはね、アキさんですもう部屋とかやばいですよ。あのガチャガチャのアクリルスタンド、ちっちゃいやつ、あれめっちゃ並んでるし、アキさんのうちわがドドーンってなんかあの学習机に刺さってて、あとはめっちゃおしどリンクめっちゃ飲んでるから、めっちゃおしどリンクのコースターがあります。メンバーの私もあるし、ハンちゃんもあるし、エミリーさんもあるし、サエさんもあるし、アキさんもあるし、めっちゃあります。クリナさんもあるし、めっちゃあります。クロさん、クマありがとうございます。ビーバーさん、タコありがとうございます。タコタコタコ、コペのチアはなかった気がするなかった気がする。妹の部屋見たいって、本当にね、めっちゃやばいです。なんかめっちゃなんかおしどリンク飲むのが好きで、いろんなメンバーのおしどリンクを飲んでるんです。でも最近なんかさ、めっちゃ売り切れが多いじゃないですか。なんか多いって聞いたんですけど、どうなんだろう。めっちゃおしどリンク飲んでます。結局誰のが一番美味しかったんだろうね誰のなん、誰のが一番美味しかったかな。いつかいいぞのすべす、あ、す、すべぞうね、すべぞう、すべぞうあるよね。釣り、釣り、釣られる、釣られるやつはね、やったことあるんですよ。前うららちゃん、ほんとめっちゃ昔初期くらいにうららちゃんとゆなゆなと渋井ちゃんとよくいっぱい行った、一緒に。そうね、コースターがね、入荷してないって言ってた。あれね、怖くない、私は怖くなかったんですけど、なんかこう振動がすごいガンって当たって、ヘルメットをかぶってるんだけど、ヘルメットがでかくてこう目にかぶるんですよ。途中もうガンで、ガンっていう衝撃でヘルメットが目にかぶるから全然前見れなかったそれで終わった。最後らへんは最初は見えたけど、途中のすごいあのガンで、あのヘルメットが目にかぶって、最後らへんはもう見れませんでした。前を釣り像すべてね、あのノボ像もあるね。あの私登る系はね無理絶叫がいいです。すべてやってみたいんやけどね。あ、ココペラバタ、イエーイ、すごい。なんかココペラバタめっちゃレアらしいですけど、ありがとうございます、嬉しい。マイロさん、タコありがとうございます。まあ、みんな今ナウはどんぐらいですか。15分か、17分。え、みんなひとりで滑るの寂しいけど、いつかビューファミリーでみんな行ってください一人でね滑るのはね。
公園のあの空き時間とかに行ってくださいよみんな。アナンさん初見ありがとうございます。お手紙もありがとうございます。今日授業中なんか 歌流れてねえ、私絶対テスト中とか授業中も全部そうなんですけど、なんかね歌が流れ始めるんです、頭の中で。なんか歌が勝手に流れ始める。今日は何だっても絶対ね、頭の中ずっとそれがエンドレスしてるから、何か忘れたけど絶対今日も流れた。渋井ちゃんにいつ会えるの？渋井ちゃん次いつだろう。今のところはないね。渋井ちゃん4日のパジャドラ いるかな。いたらその日かな、会えるの。さよならも言わずに、昨日摩天楼の曲が脳内支配してた。摩天楼までその手伸ばして掴もうとして、カラオケ配信してほしい。カラオケ配信、カラオケ配信したいな。久しぶりにしますね今度。300日記念でしようと思ってるので、その時はお願いします。見てください。コップの前座を何度も見てる。ありがとうございます。待てんのいいよ。ネクストスターテテレレテテテレテテテテパッパ。コペって結構曲に入り込む系本当ですか。曲がいい曲ばかりなもので入り込んじゃう。いい曲ばかりで、長距離バス目指すニューヨークシティ。天使の尻尾歌ってほしい。いいね、天使の尻尾歌いたい。天使の尻尾あるかな。300日ってすごいよね。300日はぜひみんな見に来てください。で私もさ、ハンちゃんの初日出れるのかなとかちょっと期待してたけどね、聞いたんですよね、あのこの間の前座の時に、橘ちゃん名前入ってないねって言われた。ハンちゃんからもね LINE が来て、ココペいてほしかったって言われた。ハンちゃんに嬉しかったけど、私はブルーベリーパイン、見かけはまだまだでも、ほら中は大人の味、ほんと美味しい。
パジャマドライブして歌ってほしい。なんかねカラオケ機能になくてね、ない曲もあるからね、歌いたいのでも歌えないんですよね。眠れない夜はいつもミルクを飲んで目を閉じてベッドの中。ミルンさんのブルーベリーバー見たことあります。だってあの覚えるときミルンさんの動画見ながら覚えたから。みんな資料がね結構昔の素材のやつで楽しかった。見るのが可愛かったです。めっちゃ司さん魔法のランプありがとうございます。おすすめブルーベリーパイ最初どんなんだっけ。ハートのどこかがハートのどこかがなんかこんがり焼けてきたよ、ちょっと甘くていい匂いが鼻をくすぐる、ママに教わったのよこれが恋のレシピって好きすぎる切なさを召し上がれ、私はブルーベリーパイ見かけはまだまだでもほら中は大人の味ほんと美味しいよでゆいなにこうやってこうやってちょちょちょっとなんだっけちょちょちょっと食べてよみたいな言うんですよね。あのゆいなが次誰だっけ。ゆいなの次ザワちゃんでリチャキとカレンレンか。おすすめブルーベリーパイフレッシュなフルーツみたい、初めての愛を味わいながら好きになってね、チョコとかプリンとかアイスクリーム目移りなんかしないでね本当にね寝転んでねしたから。ビーバーさんおっぱありがとうございます。歌うとね、生誕祭のカード見ましたよ。生誕祭のカード嬉しかったです。本当に可愛かった。ジャンヌ着たイラストが描いててめっちゃ可愛かったです。ありがとうございます。本当に可愛かった。あのイラスト欲しいもんねあのイラストください。可愛かった。そう背景がねペーでね本当可愛かった。エメラルドグリーンも入ってて可愛かったです。ありがとうございます。ママが一番興奮してましたママやばかったです。ママがね見た？イラスト欲しい。あれも可愛いめっちゃ。
夏コンサートも楽しみね。私も楽しみ。おすすめ。でもね、ママともっぺ、あの劇場とか見に来た時にめっちゃメンバーのやつ書いてるからだから渋井ちゃんとかななかちゃんとかから可愛いってなんか LINE が来る、写真の写真撮って LINE が来たこの間もう芋っぺとかめっちゃ書いてるから、ななかちゃん、そう、もう書いてましたあそこにある、いや、カードよかれましたら投票しました、ありがとうございます、待ってます、劇場で。お金バラバラ待ってます。そう、メッセージカードをこう書いてもらえるのがめっちゃ夢だったので嬉しかった、嬉しいです。みんなたくさんみんなのメッセージを見るのが楽しみです。コッペちゃんと同じ誕生日だよって、6月24日、イエーイ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございますなのか分かんないけど、同じ誕生日だって。なかなかね、6月24日って初めてかも、出会ったの、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。メッセージカードツイッターに、そう、上がってたんですよね、可愛かった。よし、じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。じゃあ13位から読みたいと思います。13位、ウィッチュさんありがとうございます。12位、クマンチュさんありがとうございます。11位コンさんありがとうございます。10位ムハマドさんありがとうございます。9位マホちゃんありがとうございます。8位キヨコノゴロさんありがとうございます。7位博多なるなるさんありがとうございます。6位ムーさんありがとうございます。5位シーチャンペさんありがとうございます。4位ヤンさんありがとうございます。3位マイノさんありがとうございます。2位司さんありがとうございます。1位クロさんありがとうございます。はい、モゾッペさんレインボースターありがとうございます。